これ、あの、英語で喋られてるときはもう僕抜いてて大丈夫ですか？そうですね、例えば主人公の千空は最初千空って名前じゃなかったんですね。最初は学っていう名前だったんですけれども、まあ、日本語でスタディっていう意味の一文字の漢字なんです。それでまあ学っていう名前で書いてたんですが、まあどうもちょっと、お勉強臭すぎるなっていうのがありまして、それでまあ千の空、サウザンドスカイっていう意味の千空っていう名前に変わりました。あ、いえ、くたくとストレーでよく저는이제점프에서연재를하게된최초의외국인만화거든요그래서제가점프를위해서느꼈던거지금까지생각했던거그다음에점프의역사에대해서조금씩조금씩담으려고노력하고있어요그래서제가옛날에좋아했던점프의작품이나점프를이뤄냈던과거의작품들에서영감을받은거혹은오마주등등을조금씩조금씩담으려고하고있습니다この漫画の特性としてファンタジックな展開はきっとないはずなんですね。なので結局千空たちも超能力で何とかするっていうことは絶対にないので、現実的な対応で対応していかなければならないっていう、もうこの漫画の不文律みたいなものがあるので、まあ皆さんも千空の気持ちに立って現実的にどうするかってことを考えていただくと、この先どうなるかってことが予想がつくんじゃないかとは思います。아니요그거는딱히들어본적이없는데요그저는그그냥일만하는스타일이라서요저기 죄송합니다僕はですね、もうみんなの反応が気になってしょうがない、もうチキンな性格なので、もう発売されたらすぐエゴサーチをかけるんですね。なのではっきり言ってみんなの意見はほぼ僕全部読んでると思います。ただそれで予想してらっしゃる方とかもいらっしゃいますけれども、それを読んでなんか当てられちゃうと絶対にその通りにしてやんないから変えるとかいう作家さんもいらっしゃるんですけれども、僕は全く気にしないので、当たろうが当たるまいが淡々と自分の思ったことを書くだけなので、それが僕に悪影響を与えることはないので、皆さんぜひ予想していただけると嬉しいです。